お疲れちゃんです。ラットです。はい、というわけでね、今日はまあやっていくんですけど、ちょっとね声が小さめなのにはね訳がありまして、その今オズニキの家にその泊まりに来てて、これあの世界大会を見る前ですね、世界大会行く前日の夜に、まあ、今撮ってるんでね、で今もう朝の3時ぐらいなんですよ。これスクロールすると分かるか、そう朝のそう3時38分ってなわけで、そのお次の2期のちょっとあのねお隣さんがちょっと怖いらしくて、ね、大声出すと良くないみたいなので今日静かにしますね。あの実はね一緒に今ダニパイセンとか焼き鳥とかモズニキいて、まあ剣つぶしはね安定です、安定ちょっとちょっとねあの諸事情がありまして今いないんですけど、いるんですけど、なんかモズニキはもう寝るって、ダニパイセンはずっとクラロワしてて、焼き鳥はシンプルになんかお前とはコラボ嫌だみたいな感じでね、気分じゃない、ほらちょっとね最近僕避けてるんで、これ避けてるんで今日はねファブコラボなんですじゃないな、今日はソロですね、はい、ソロ動画です。いつも通りでやっていきたいと思いますね、はい、というわけで今日は何の動画出そうっていうかと、まあ、シンプルにマルチのリプレイ回数ってやつになっちゃうんですけど、まあ今グローバル29位到達で6700ですね、そう到達して、まあそのですね、リプレイの方を見ていきたいなと思います。で、デッキが、はい、こちら。最近ずっと使ってる、僕の愛用デッキですね。ババコヤ531ですね。もうこれがめちゃくちゃ強い。めちゃくちゃ強くて、このユーノが、スケルトンだったり、ゴーストっていうのはいろいろあるんですけど、まあ、僕の中で今、ユーノが一番来てますね。で、こちらがマルチ4連勝してるんですよね。はい、それまでなんかいろいろやってて、こうマルチをやろうと思って6000から今4連勝で上がったので、そのリプレイをですね、まあ、3本かな、はい、見たいなと思いますね。でこれ一番いい試合、まあ、いい試合かな、やっぱ一番最後ですね、こちらの試合はね、まあ、見ていきたいなと思いますね。焼き鳥さん、お楽しみにしとくんやな最後。あれやろ、ラット、いつもなんか食事が並んでたら自分が好きなのは最後に残していくスタイルやな。ハンバーグは最後やな。え、ちょっと何言ってるかわかんないですけどねしかもこの距離声があんまり入んないからさ、なんとも言えんよ。なんかハンバーグが最後残ってたらどう残るのみたいな焼き鳥言ってるんですけどよくわかんないですねてなわけで相手は別格工場ですね。前ライドラ入りの、まあ僕はそう小屋ですね、小屋、はあ、知らないな。でもリプレイ解説も正直リプレイってもう見てわかるから解説することないんですよね、しかもこのババコヤとかだと出すだけやな。そうなんですよね、まあまあまあね、めっちゃ流行ってるよな、なんかそのデッキ。どっち？え、ラットのデッキ、まあ、結婚民あのホバのやつでしょ。そうこれね、流行り時代だけど、そうアップでくるんよね。ああ、アップでくるから変わって、そう俺の時代やな、聞いてほしい、マジで焼き鳥が一緒しちゃってる俺の時代やわ。アップデを知らない方もいるかもしれないですけど、今回のアップデでライドラがまず今日あの弱体化ですね、うん、まあ、今強すぎたので弱体化で、あとロリババも今すごい入ってるので弱体化、うん、弱体あったっけ、うん、弱体そんぐらいかな、なんかあった気がするけどな、わかんねえわ、もうわかんないよであと強化でアーチャーですね。アーチャー、アーチャーやばいな、マジでやばい、マジで無双するで。今でもアーチャーが強いんですけど、普通にねロリババが顔をされたことによって、前まではロリババでアーチャーを処理できてたんですけど、アーチャーを処理できなくなりました、うん、からのアーチャーの攻撃力がアップ 2.5%。 はい、もうね、お前どうやって処理するねみたいな。しかもライドラがアーチャーとかアウトローに対して強かったんですけど、ライドラが下方されるから、そうアーチャーがさらに強化、もう3マシみたいな、だチャーシュー3マシ並みでアーチャーが最強になってるから、うん、やばいんですよ、マジでやばくて。だからテスラクロスですね、テンプレのテスラアーチャークロスがまた強くなるのと、まあ、ロリババ倒されるからね、うん、からのやっぱアーチャーだったら迫撃ですね。なんか元祖のナイトアーチャーの結構無課金おすすめの迫撃とか、確かにもう施設環境になっちゃいますよね、橋渡らなくなるですからみんなマジででワンチャン、ワンチャンあのフリーズがさ、うん、なんか変わるじゃん。あ、そうだ、フリーズの効果も変わって初手ポンもなくなるし。あ、そうだ、よく覚えてるやん、うん、フリーズの見てきたフリーズの効果がダメージが増える、出るんですね。
でもなんかどっかの情報によると本当かわかんないですけどね、まだフリーズがダメージあるけどなんか槍ゴブリンも殺せないみたいな。え、そうなの。なんかなんかがな70何本とかで、それがマルチ、多分マルチのカーストでかわかんないけど、そう槍ゴブすら殺せないみたいな。へえ、それはなかなかやな。だから何処理するのみたいな、コウモリとか。でもあれかな、普通にザップと組み合わせればガゴが消えるみたいな。そういうことか。そんぐらいの火力なんじゃない、多分。知らんけど。知らんけど出たーチートマジで。会話する中で言っとけばなんとかなる言葉ランキング1位ですね。知らんけど知らんけど。そうマジで、そうそれずるいよな。俺も一時めちゃくちゃ使ってたわ。知らんけど。知らんけどね。マジ最後につけたからなんとかなるから。知らんけど。マジマジでこれ。しっかりリプレイ解説してよ。本当に皆さんもぜひ困ったら使ってください。知らんけど。知らんけど。知らんけど。マジ最強だからね。本当に最強。知らんけど。終わん。ループループループ。知らんけど。ゲーム知らんけど。だって終わんないから完全もう知らんけど禁止な、うん、バン知らんけど知らんけどやめろやめろ、終わんでいいから本当に終わんない、はい、終わり終わり終わりそうで、あとなんかエリポンだ。そう、初手エリポンが来なくなるから。そうだね、もうあれマジで運ゲーだったからね。そうけど僕が一つ思うのは、まあ、ゴレとか、まあ、初手エリポンがなくなるのは結構しんどいかもしれないですけど、うん、30種の初手エリポン来ないのは意外と逆に効果、強化みたいなのをおや俺は思うんですけど、なんで三獣士って初手エリポン置かれたら、まあ、スペル打つじゃないですか。でスペル打てなかったら、うん、とか攻めれなかったら、あ運ゲーやんってなるんだけど、うん、逆に初手エリポン置かれなかったらディガー飛ばしやすいやん。あ、なるほど。飛ばすやん。そしたら無視されてなんかとかザップだけ打たれて、うん、エリポンション、うん、もあるし、なんかエリポンないから初っ端から三十四出すやん、うん、アイゴレからのとかなんか小ジョババからの三十四とか打ったら、うん、相手もスペル打つじゃないですか、うん、そんな。まあ打つね。ってなったら、したら逆にエリポンパン。そっか、その後回ってきた。それまたおいおいおいどうしろよねみたいな。だから逆に強化やねみたいな。なるほどな。だから今度からはそうきついよね。初っ端にディガー飛ばすのも言って余計危なくなるし。確かに最初の三重視展開とか割とカリカリするからな。あれこっちすることなくてなんかねベビドラ咲いてでメゴグ咲いてみたいな出してもそれ全部アドで処理されてで無理にコスト咲いたらエリポンポン。そうそうそう、逆に不利みたいなね。確かにな。そうだから三重視は意外とね初手エリポン置いた瞬間の奇襲で一個おられることもないから、うん、強えよなっていう話だな。三種使いさすがですわ。いややめて、三十使いっていうのを言われたくないから。なんで三十使いじゃないもん。い現に今三種でトロ上げとるやんと思うじゃないですか。ババコヤですこれ。三種やろ、三種やろ。これ強いのはババコヤです、うん、それ三十種デッキって言うやで。ババコヤ三十種デッキって言うやで。それ実は違うババコヤデッキだよ。今小屋切りだからすぐ省略するからな。いや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 、マジでねやばいな。でもクロス植えるから言うてババコヤもまだ強いんだけど。確かに回転速くなるし、アーチャーとかだと、ああアーチャーやばいな。アーチャーのメタカードがないもんね。もうロリババで処理できなくなって、ライドラもね弱くなったから、どうやって処理するんって、うん、本当に。で結局でもロリババ使うしかないみたいになるよね。確かに、ね、アーチャーのためだけに。そう、まあなんだかんだ言ってダメージ 5% 減るだけだからね。本当にアーチャー処理ができなくなったけど、結局一発無理やりあいつネジ伏せるから。どんだけ苦しい状況でも絶対一発流るから、転がった目の前にいるやつ出てきた瞬間食い気味に襲いかかるからね。あいつそれマジで。そうだから、まあ、結局ロリババかなっていうのあるけどね、言うて後取れないからね。アーチャーは多分使っとけば強いです ね。ロリババ処理も簡単にできると思うからね多分。そうウッドとかしとけば、ウッドアーチャーで多分、まあ、食らいつつ生きることになるからね。そうなんだよね。だからマジで辛いな、うん、次の環境は嫌だ。泣きて。だからもう小屋とかムートとか、うん、ボーラーとかか。でも言うてしんどいんだよなあれ。割と対策必須の環境になるよね。そう、対策してても勝てないもん。
なんか迫撃ディガーが最近多いじゃないですか。だから前とか結構ムート使ってたんですけど、うん、目立ったのに普通に負けるっていう。そう、よくある。ムートがね、なんとも言えないんだよね、意外と。まあ、迫撃4コストだからね。そう、あれね、俺は結構迫撃デッキ、あの迫撃の周りが強いって言われるんですけど、まあそうなんですよ、結局そうなんですよ。周りのジガーとかコウモリとかの組み合わせが強すぎるんですけど、うん、言うてずっと強いじゃないですか、迫撃って。4コスで防衛もできて攻めもできるって。そうだね、まあ、最初ら辺は高回転のね迫撃デッキが入ってたりして、だから正直もう迫撃自体を加工した方が早いと思いますね、僕は。確かに変わんないですもん、ずっとマジで。まあでも俺個人的にはギャングとか加工してほしいけどね、ラット大幅、ね、やめて。大幅じゃなくて乱歩やんそれ。さすが乱歩ラットやからな、さすが似とるから。いやマジで僕ギャングめちゃくちゃ気づいた時にデッキに入ってる率高いんですよね。何でも入れとるやな、本当に。入ってないです、残念でした。やっぱ30種だったけど、あのほんまにギャングめちゃくちゃ便利なんですよね。マルモコスト3で防衛にも攻めにも優秀すぎるからっていうのがあって、逆にギャング使わんけどな、全く。焼き鳥、あの古物古物古代古物古代、単体系大好きなんですよね。ミニペとかメガゴとかマスケとか、あの単体に強いやつが大好きなんですよ、焼き鳥は。単体の使い手やから俺。そう、マジでポイズンとかで美味しくいただかれるのがカリカリするから単発でやってやる。単発系だからサンスペを積まれないタイプなんでね。そう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 、俺サンスペ積んでも全く意味ないから。そう、よくいるよくいるタイプ。俺は逆に焼き鳥と真逆なんでね。そう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 、ギャングとかガゴ群れとか細かいのいっぱい使うの厄介なやつや。そういうタイプなんですよね。だから意外とね、ギャングとか加工しんどい。そう、ギャングでも加工するって言っても、あのゴブリンの使用率がねあんまりないから、ないからゴブリンを加工できないよな。そうで、やりこぶもう別にそんなもう特にすることないよな。そうそうそう、だから割といじりにくい、いいポジションにいるよな、あいつは。そう、ワンチャンコウモリならさ1体ぐらい減りそうじゃない、そろそろ。うん、うん、コウモリはダメだ、多分 DPS が高すぎるから。普通に1体ぐらい減っても火力いいと思うんだけどな。いや、ダメージダウンでいいと思うよ、それなら。ダメージダウンかな、うん、ちょっとだけ。でもダメージダウンか、衝撃衝撃衝撃、あじゃね、そしたら見てからザップでほぼ何もできず終わり、ね、射撃はありやな。そう、ダメージが減っちゃったら、あのスケラも処理できんくなる。スケルトン倒せんくなるから。ちょっと焼き鳥の声が大きいですね。おやね、ちょっとオズニキが今反応した。オズニキすぐ反応するからね。そうなんだよ、ほらため息ついてる。聞こえた、多分動画の中に入ってないですか。絶対聞こえない。そうなんすよねっていうので、新環境が来ますね。気づけば2勝です。おや、何も触れてないよ。大丈夫なそれ。マジで、その内容がね気になる方は見てください。あの焼き鳥が結構喋りたがり屋なんで、あ、うん、動画撮ってるとよく喋るんですよね、この子。眠くね。じゃあ寝ろや。寝てみる時間3時50分やで。あ、別通知来てなかった。まあいいや。明日何時起きだと思ってる。そう、今3時50分、3時50分午前3時50分で、世界大会が7時半ぐらいに出るのか、8時半系ん、何時だったっけ、7時半ぐらいに出るから。そう、7時半に家出るから、まあ言うて3時間半ぐらい寝れるから余裕だ。いやいやいや、でもあの僕前日に12時間睡眠したんですよ。出た。今日午後2時に起きて、そう、昨日朝2時寝て、今日午後2時に起床して、うん、そっから満喫行って、飯食わずに満喫行って3時間漫画読んで、マジで大好きなんですよね。もういつももう動画満喫の話しかないけど。めっちゃ好きやな、マジで漫画読むの。そうで、満喫3時間行って、安いんですよ。その席にもいろいろ種類あるんですけど、普通の席で500円で3時間で、うん、ドリンクも飲み放題なんですよ。でコーラとかメロンソーダもありますし、でスープもあるんですよ、コーンスープとか。だからもう最強だって、飲み放題だけで十分じゃないですか。で漫画3時間読み放題、はっ、まあ、神だ神だって、まあ、確かにな、もうなっちゃいますよね。でその後マック行って、うん、ナゲット15ピースこれ僕の晩ご飯ですね。質素やな、質素やな。、うん、でも今日なんかその照り焼き、そのナゲット15ピースってなんか特別なソースがあるんですよね。普通がバーベキューとマスタードだけど、うん、
今回がエビマヨネーズみたいなのと、そうなの、そう、と、ステーキソースみたいなだったんだけど、なんかいつ、前とかなんかなんちゃらクリームとかなんかそんな感じ、なんかまあまあだったよな、まあまあ、でも今回のは美味しかった、個人的に美味しかった、マジ、そうだから結構いいなと思う、おすすめしますね、おすすめします。まあ俺はモスをおすすめするけど、出たー焼き鳥モスで俺もモスでだったというか、その、まあ、高校の時とかはほぼモスとか行かなかった、うん、マジで数回とかしかなかったけど、高校でモスだっけ、そう、大学になった瞬間にちょっとモス行くようになったんですよマジでなんかね、そう行くようになったんですけど、最近またマックに戻りつつあるんですよ、なんかモスってちょっと高いんですよね、大学生感漂う、そう、あのもう大学生が、生きた大学生が行けみたいな、まあ焼き鳥みたいな、ね、生きた大学生がモス行くんですけど、まあ高校生もマックじゃないですか、そうね、なんですけど、そう高校生からモス行ってるやつはなかなか、そうなかなかいない、なかなか強いですね、それはそれは強い、マジで焼き鳥みたいな生きた大学生がモス行くんですけど、そうですね、モスもうまいんですよね、めっちゃうまくない、もうなんかマックの 1.5 倍ぐらいうまいわ、いやもううまいんすよ、うまいんですけど、1.5×1.5 で 2.25 のパズドラやったわフリーはフリーそう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 ね、いきなりぶっ込むからな、ほんまにそんなよくないよマジでマジでよくないよくない、大丈夫だよ、そうで気にすんな、これね今ね当たってる KC ロイヤルっていう方はあの、あっちだ、ラットが、偽物です。ラットが勘違いしてた。これ前まであの僕は本物の、あの世界大会出るイモータルズっていうクランの、あのチームの、そうロイヤルっていう選手だと思ってたんですけど、偽物で、もう一つ IMT ロイヤルって方がいるんですよね。まあイモータルズロイヤル、うん、そうだからそっちが本物で、この KC ロイヤルはもう偽物ですね。ケンタッキーの方だった。KFC だわ、それ。KF が抜けとった。そう。ケンタッキーチキン。ちゃうよ。ケンタッキーってね、フライド、KFC はなんちゃらフライドチキンだと思うやん。うん、違ったんや多分。そう。え、ケンタッキーフライドチキンとかじゃないの？いや前調べたんやねそれ。嘘。忘れた。待って嘘と言ってるかもしれない。でもなんか普通と違ったんですよ。マジで。だから気になる方はウェブで。こんなファンキーなチキンみたいな。あ、そう。こんなとこじゃない。そう見てる感じね。はい。まあ、最後のねこのペッカーもまあこれは相手の矢波が鎖散らかして結構まあ相性がちみたいなところはありましたんでね、はい、結局何も解説せなかったのマジでリプレイ垂れ流しやはい、ってなわけでまあね一応 6-7 いったんでちょっとでもこのデッキ使ってる方に参考になればと思います、はい、そうやっていいというわけでね、まあ、次は新環境動画とか出したいですね、あのクロスと破撃が入るんで絶対あの焼き鳥とか熱い、アーチャー情報で無双テスラクロスが熱いみたいな動画出すんですよこいつ、だからそこを僕が潰すために対クロス迫撃メタ動画をねいっぱい出したいなとぶち込んでいきたいなと思います、ね、かわいそうだろクロス使いが絶対増えるから、マジでなるよ、マジで増えるから、なんで僕が焼き鳥を頑張って潰したいなと思います、対抗したら拳でやっちゃう、はい、というわけで、はい、本日はねまあ普通なんかねラジオみたいになってるラジオ動画でした、はい、あの一応ね焼き鳥のチャンネルも貼っておくんでね、皆さんチャンネル登録よろしくお願いします、お願いします、はい、ではではではまたです、バイバイ、お疲れちゃんです。